Produced by Production Garage。グッドアクト。はい。今ですね。はい。なんと撮影現場が終わりました。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれ一人あれあれあらあれ一人あどこにどこ行っちゃったんだ。あここここここああこの人あらさっき帰っちゃいました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様。今日の現場無事終了しましたが、監督の長崎先生、はいはい、結構時間かかりましたね。どうですか今日の、手応え的には。結構見れるようにはなってるんじゃないのかなと思いますね。今回即興というかね、フェイクドキュメンタリーというかそういう、要素が強い作品になっているんですけども、リハーサルにほとんど3分の2ぐらいの時間は使ってたっていうような感じですよね。監督としてはその自分のイメージとやっぱりちょっと役者の動き、構成っていうのが違ってくると、多少の構成のズレは全然いいんですよ、うん、何が困るかっていうと同じことがね結構繰り返しになってしまうってことがね、うんうんうん、多いんですよね。そういうことは結構あった。どんな感じの気持ちでやってたの？なんかその場のノリも大事だし、うんうんうん、でもう展開させていくことも大事なんで、もういろんなことを考えすぎてできてるのかどうかみたいな。自分一人がこうしたいな、こういう展開にしたいなっていうふうに思ってても、やっぱね人が違う風に出てくるとそうならない。チームワークとしてはどうでしたか？チームワークは、うん、私があんまり喋らないようにしてたんで良くなったんじゃないかと。なんか言われてたね、リアの時喋りすぎてね、はい、めっちゃ喋りすぎて常日頃から喋ることで、人が喋ろうとするそのチャンスを潰していると。いや、喋っていい。喋る番組。沈黙って怖いじゃないですか。責任感が強すぎて会話がなくなって浸透してるのも苦手だし、はい、自分がここは盛り上げなきゃいけないんじゃないかっていう。わかります、超わかります。うん、そういう気持ちになってどん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 ね会話を生み出そうとしてしまうんだよね。私もそんなに喋んないんですよね。あでもそうだよね。そうですね、うん、ちょっと分けてほしいです。長崎先生にも松岡と香織さんはなんか2人で足して2で割るとちょうどいいって言われたんです。お互いにね。そう、役者にとって間は命じゃないですか、はい、で間って恐怖なんですよ、はい、でもこれね間を楽しむことができるようになってきたらさらに面白くなるんですよ。強いっすね。セリフがない分、はい、じゃあこことここのセリフの間に間を作ろうとかっていう計算がなかなかできないから、うん、でもセリフある時の間はどう、最近慣れた？それは、うん、なんて言うんですか、自分のセリフはさっさと言っておきたい。松若が気使って喋ってることが、はい、キャッチボールができなくなってる時はあるんだよね、はい、うん、必死になりすぎちゃって、はい、うん、なんか松若反省会みたいになってない？大丈夫？もうなんかだんだんその役としての私をの反省会なのか私の人生の反省会なのか分からなくなってきてる。でもだから役を演じることがもう人生になってきてるんじゃないですか、はい、あ結構傷つきやすいんだね。人間が怖くて嫌いです。対人恐怖症、はい、役に生かしてくださいよ、はい、そういう感覚も、うん、はい、うん、香織ちゃんどうでしたか今日は。今日は、うん、もう私すっごい疲れました。メール始まってこんな喋った日は今日が初めてだなって。あマジですか？本当に言うてそんな喋ってました？でも結構私の中では頑張って喋った方なんですよね。喋らないってことってなんかストレスなんない？全然なんないですね。まあ結構その女子とかで集まるとなんかみんなポン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 
喋るんですよ。で、私が喋る隙がなくて、俺はもう会話の取り合いですよ。取り合い私に喋らせん取れなかったら自分の発言権は持てないので、はい、残念っていうことですよね。ある時ね、人生喋っとかないとちょっともったいないなって思った時はあった。多分ね、これから爆発するよ。あ、これからですか。うん、だってさ、めっちゃ思いはあるわけじゃん。あります。だからさ、人のなんか会話を聞いててさ、あそれあれだよな、私も知ってるとかさ、あそれについての知識を本当に私はひけらかしたいとかって思ってるわけじゃん、はい、なんとなく、うん、松岡ね、多分ね、それをね、貯めてないんだよね。貯めてないですね。だってそれなんか、その自分が知ってても言いたくても言えなかったってなって、寝るときにすごい反省するじゃないか、あそこで言えばよかったってそれをもうほぼ毎日繰り返してるんですよ。あそこで言えばよかった、言わなきゃよかった、言わないのは一生の恥です。反省と、はい、後悔の繰り返し、はい、空気読めてないけど、言っちゃいけなかったことを言わないと分かんないんですよ。まあそうだよね、はい、どっちにおいても勇気がいりますよね。喋らないことも喋ることも、やはりまだ3人とも場を見切れてないんで、やはりそこが主導しきれてないんですよね。一番成長を感じたのは僕は滝田さんです。竹下さんは以前自分の意見を言うってことができなかったんですよ。かなり成長を感じました。よかったな竹下さんっていうのが。竹下さんよかったって。よかったです。よかったね。かおりさんに思うのはやっぱり対応者すぎるんだよね。受けて返しはできるけど、自分から投げることはやっぱり苦手だったりする、うん、どうしてもやっぱ聞き役に回ってしまってしまった感がある、うん、すげえ難しいことやってるなっていうのはすげえ思ったんだよね。なるべくワンカットでやってるっていうことを崩さないで編集しようとしてるから、俳優の間がどうとか、それは編集上でこっちカメラ使ってパッと切っちゃえばいいじゃんっていう感覚っていうよりは、本当に現場でやったことをそのままこうやりたいっていう気持ちが強かったから時間かかったっていうのはあるよね。まあ現場で生まれた空気感だったりとかね、そういうものを編集でごまかさないでリアリティにこだわるという、ことに今回は徹底したんじゃないかなと。マイナスの反省会になってるけど、はい、プラスの反省会とか結構その反応とかはいい反応してたと思うんですよね、うん、相槌とか、うん、聞いてる時の感じとかは聞き上手、聞き上手グッドアクト、グッドアクト。今まで聞き上手の天才とか全く思ってなかったんですよ。すごい聞き上手です。はい、あそうなんだ。そうだよ、うん、あ私なんかいい女かも気づいちゃった気づいちゃった。令和は自分に自信を持って生きてきそうですね。そういうことだね。あよかった、それだけで私なんか今日の撮影に参加できてすっごいなんか人生のプラスになったなって思います。よかった演技ってやっぱすごいですね。すごいですよね、うん、松若はプラスの、今日は私これできた、黙ったでもやっぱりうずうずそわそわしてるんでしょ。もうなんかずっとなんか早よってなんか自分が言っちゃいけないっていう、自分からあんまり発信をしないっていう枷をかけたんで、だから、うん、はい、なんか言いたいけどそこを今日ぐっと我慢したことによってあの人の才能が開花したかもしれないし、うん、この香りの、ね、こういう発見ができたのかもしれないし、はい、いつも通りやってたらまた反省と後悔と、はい、の繰り返しになるけど、はい、周りの才能を開花させてあげるようなね、ことにもなるかもしれない、はい、ね、長崎先生もさ、この撮り方したの初めてじゃん。そういった意味ではどうだった？まあそうですね、うん、まあ正直なこと言うと想像以上に時間がかかった、うん、本当に演出が大切なものでもあるよね。だからまあもちろん台本があっても演出は大切なんだけども、監督が忙しい。そうですね。こういえばやったらチェックポイントを通過していく感覚なんですよ。脚本の作り方も実はそうだったりするんですけど、チェックポイントあるんですよ、それぞれ目的の。そこに向かってどういうセリフまで進んでいくかとかそういうのがあったりして、そチェックポイントを通過していくっていう感覚なんですけれど、それをちゃんと言えばよかったですね監督の要望に応えるのは役者は本当に難しかったと思いますよ。
だってさ、そのチェックポイントを通過するのにここが1分、ここが1分とかっていうさ指定があるわけだからね、なんとなくね、なんとなくね、だからそこで会話を終わらせろって言ったって、ここで今こういうワード来ちゃったからこれ拾わないとおかしいでしょっていうことにもなってくるしね。僕あんまり今褒めてないんで、褒めてるところをちょっと言ってください。お願いします。そうだよ、うん、はい、褒めの一言。はい、アドリブの発想が良かった松原さん。はあ、あのね、そこでのた打ち回ったりとか、ここを取ったりとか携帯投げたりとか、そういう細々としたアクションのリアクションがとても良かった。はい、で香織さんはなんだかんだやっても妥協ラインに必ず乗っけてくれるんだよね。あ、それはそこはね、やっぱ信頼してるから、そこは安心して見れたかなって感じ。はい、というわけで、はいはいはい、概要欄にですね、今日の生配信の様子と前回のトークですね、リハ後のトーク、うんうん、だったりとか完成作品だったりとか、うん、これに関連した動画は全部乗っけていきますので、普通ね、視聴者が見れるのって完成作品だけなんですよ。でもその完成作品がどういう工程を経て出来上がってったかっていうのを見てもらいたくて、こういう番組作りをしているんですね。まあ普段、まあ当たり前に完成作品を見るじゃないですか。それをちょっとこうこのチャンネルガレージで新たな取り組みとして、そこら辺を変えていきたいなっていうチャレンジをしてますので、ぜひ、ご覧いただいて、楽しんでいただけたらなっていうふうに思っています。というわけで今日も終わりましょう。せーの、グッドラウンド。Short Drama Channel, an actor's passion for acting. Japan's passionate video and movie distribution website, Channel Garage. Produced by Production Garage.